私の版画ですけど、まあゴッホのね、模写です。こう浮き、そのゴッホの激しいタッチ、油絵のタッチが木の木目で表現されているというものです。まあ「銀河鉄道の夜」ですね。まあオリジナルには列車はないんですけど、こちらの贋作の方には銀河鉄道があって、まあこの一応はこれ糸継ぎポプラというか糸継ぎというか、まあ怪しげな木ではありますけれど、ゴッホの方は糸継ぎです。この糸継ぎっていうのはヨーロッパ、イタリアとかフランスとかではね、お墓によく植えてあるんです。それでなんとなくこの絵は、その精神病棟から見た、窓から見た絵ですけど、そのおそらくここに教会が見えます。おそらくそばに墓地が、お墓があるなって、そう思います。それでそのお墓、死、その銀河鉄道の夜というのも本当にそういう死に関わる話です。で